始めたいと思います。おはようございます。家で朝活トレーニング担当の中田です。よろしくお願いします。朝のテーマはズバリ朝起きれないだったりとか、何かを始めたいという時 の初めのスタート、なかなか切れない人も多いと思います。まあそういった今までの習慣を断ち切るために朝トレーニングしていい習慣を手に入れようというところで、自分の、まあ、免疫力をアップしたりとか、習慣をつけたりという形で、自分の自己防衛能力も高まりますので、ぜひ一緒にやっていきましょう。で、今日はですね、どちらかというと、まあ、ウォーミングアップというか、ストレッチ、柔軟性を上げるというところと、あとはちょっと腹筋のメニュー、お腹周りに行っていけたらと思いますので、この2つのテーマでやっていきますので、よろしくお願いします。ではまず最初にウォーミングアップストレッチからやっていきましょう。でこちらのストレッチは止まって伸ばすというよりも、運動前は動かしながら体を大きく使って可動域を出してます。そうすることで血液が全身に行き渡るような形になって、脳からの運動指令が出やすい状態、筋肉に対してこれから動くぞっていうシグナルを出しているような状態を作っていきますので、皆さんぜひチャレンジしてみてください。ではやっていきましょう。よろしくお願いします。ではですね、まず初めに右足を前に出します。でこの状態で前習いをします。でこのまま手を上に持っていって、目線は指先です。最後手を後ろまで持っていきます。はい、そしてまた前に戻って、ここでグラグラしないように膝が足をつけて体をコントロールしながら行きましょう。はい、手を上げて、目線はずっと指先を見ていきながら手を持っていきます。右がのところまで来るまで上げたら、この後は首も後ろに持ってきていきます。首の中から背骨も下りていきます。3、2、吐きながら、はい、やっていきます。はい、やっていきます。では次は右足とかこの状態のまま前習いがあるので、このまま横に開いていきます。で、首も一緒に胸を開いて背中は肩甲骨を寄せます。肩を割らないように注意しましょう。はい、OK です。で、この左足に行きます。この状態で同じように前ならえして、上に上げていって、上を越えたら上にぐーっと、はい、足は踏まないように気をつけます。この力の上で息を吐きながらやっていきましょう。はい、し、はい、OK。では今度は肩に開いていきましょう。この状態で、このまま高さを変えずにしっかりリーチを持ちましょう。ありがとう。はい、OK。では次は背中周りで取ります。肩甲骨を折るっていうのを、肩甲骨は肩こりであったりとか猫背に対して
効果が出ない危険応答意識して動くっていうのもなかなか普段できないので、そこをちょっと続いていきましょう。左手を今右手をみんな横に立てます。でお尻はかかとにつけるような感じで正座みたいな感じですね。はい、でこの状態で肘を開いていきます。でこの時にお尻が浮かないように気をつけましょう。ではこれを6回いきます。はい、開いて、で手をぐっと押し付けないように超えるだけ、肘で円を描きます。2、1、息を吐いて、3、2、5、6、はい、OK。 さあ、今度は反対に開いて、右の方、はい、そのまま開いて、肘を見ていきます。はい、開いて、
そしてまたこちらもします。はい、OK。
この中で、このような形で、ゲームモードを動かしてあげると、まあ、背中の普段、電気が入ってないところには動きに出しますので、体が自然と胸を開いて、上半身の重心が後ろになっています。前重心の方が非常に大きく体が丸まってますので、後ろに軽く上体を引っ張ってあげるようなイメージを背中から作り上げるという感じでやっていきます。今度はあれば足回り、少しやっていきますと、柔軟性を上げていきます。では、膝立ちです。で、真横に、右足を広げます。つま先は、天井を向けます。で、頭の後ろに手を置いて、この状態で、肘が自分の膝に向かっていくように下ろします。戻して、うー、反動を押さないように、はい、はい、三、足は強く踏ん張らない、一、真横に、左の肘が内側に入らないように気をつけましょう、五、ラスト、はい、OK、反対いきます。横に手を入って同じように倒す1 2 3 4 5、こちら内側と腿裏ですね、伸びていきます。とあと横の腹筋もいきます。ラスト6、はい、OK です。では次は右足を前に出してこのような足を折っていきます。でこの時にこちらにこう体が流れないようにしながら、しっかり左足と骨盤がまっすぐになるようにします。この状態で前後にお尻をちょっと動かします。はい、で、前後、2、3、4、お尻が伸びてます。5、6、はい、OK。 今度は反対いきましょう。左足を入れ込んで、右足を下げます。ちょっと前に手をついて、前に体を少し持ってって後ろに引く。動きとしてはそんなに多くないんですけど、結構地味に左のお尻が伸びます。はい、前。前。後ろ。OK。では次は四つ払いのような。で、肩よりも手をちょっと前に出しましょう。なので、でこのままお尻を今でこの部分から引き出して元に戻す。体が丸くならないように気をつけましょう。この状態のままお尻引く。はい、戻す。はい、持て2。しっかり指を絡みます。股関節から絡んで3。いい、お尻を引く、5、はい、ラスト、6、はい、OK です。で次はちょっと股関節をダイナミックに大きく動かしていきます。こんな感じで、はい、足の手の横に足を持ってくる。でこのような形にならないように気をつけましょう。しっかり足の近くに持ってきて、股関節と膝を通してますときは、まっすぐ同じ方向を向くような形ですね。で、戻す。もう一度で足、1、3、4、5、6、1、はい、OK。 このような形で
ストレッチですね、動きも含めてやっていくので、どちらかというと体が軽くなると動かしやすくなります。で、そうすると、ストレッチ、柔軟性も考慮してきて、体を動かしやすい状態になりますと、怪我予防だったりとか、不自然に柔軟性になりますので、むくみだったりとか、冷え性にも効果的になりますので、皆さん取り組んでみてください。で、今日は、この最後に、ちょっとお腹を刺激していきましょう。で、今回やるトレーニングは、腹筋になるんですけども、3つやります。で、オーソドックスなら体を丸める腹筋はやりません。なぜかというと、この腰痛になってなるリスクが非常に高いのと、そもそも猫背の方が多いのに、より丸くなってしまうと、腹筋をつけているのか、腹筋を悪くしているのかっていう話になってしまうので、今日は姿勢改善も伴う腹筋トレーニングをやっていきましょう。では、これは寝ながらでもできる簡単なエクササイズになっていますので、ぜひやってみてください。では、このような形で、うつ伏せになっちゃいます。うつ伏せに寝ていただいて、で、寝ていただいて、で、そのまま手もついています。で、この状態で、ただ鼻で息を吸って、そこから吐いていきます。吐いたときに、おへそを背骨の方につけるような形で、このお腹のところを、地面とお腹、おへそに空間をつけるような形で、おへそをぐーっと上に、背中の方にぶつけるような形で、息を強くではなくて、ずーっと長く、弱く吐きながらやってみましょう。呼吸10回やってみます。で、このまま寝ていただいて、で、青もついたって大丈夫です。寝た状態で、鼻で吸って、吸って吐いて、吐いた時にお腹を、お腹を背中の方に、すごいような形で、地面から離していきます。はい、もう一回吸って、吸った時は地面にお腹をついて大丈夫です。で、吐いて、ずーっと吐いた時に、そうです。はい、戻します。吐き切って押せ。はい、3。ふー。はい、戻す。はい、ふー。いいですね。はい、戻す。どう？腰に力が入らないようにしましょう。お腹、おへそを、このように近づける。はい、戻して、どう？はい、戻す。はい、吸って、吐いて、大きく。はい、オッケー。はい、ざまーす。はい、戻って、吐き。はい、吸って、吸う、ずーっと気持って、風船を絞るように。はい、ラスト。鼻で吸って、口から吐いた時に、おへそを浮かしていきます。はい、OK です。はい、ナイスですね。動いてないんですごく地味なんですけども、すごく効果的な。重力に、上からかかってくる重力に対して、おへそを上げる。呼吸を使って体を動かさずに腹筋を動かす。これは寝ながらでもできますので、非常に楽な生き方で、めちゃめちゃ効果的になります。では次ですね。この状態を作ります。そして、膝を開きましょう。開けば開くほど楽になります。そして、かかとはお尻に近いほど楽になります。これは50ミリコントロールします。で、この手を8の字にします。このまま横にスライドして、かかとをタッチ。横にスライドして、かかとをタッチ。スライドして、かかとタッチ。これを行きましょう。では行きます。このまま、右で、右手で右のかかとタッチ。
肩甲骨が上がるところぐらいから顎を引いて体を起き上がる感じに、このままお腹で体が引き離されないようにキープします。はい、立って、はい、伸ばす。タッチすることよりも伸ばすことが大事です。ではちょっとやってみましょう。この状態から上にバンザイして、で頭を上げて足を上げます。このままタッチ丸くして、はい、伸ばす。はい、伸ばして、ふうに、立ち、さん、立ち、し、立ち、ご、立ち、ろく、はい、ラスト !7! はい、OK です。はい、ナイスでした。まあ、こういう形で3つしかやってないんですけど、しかも寝ながらとても簡単にできるナイスということを伺っていただきました。まあ、朝の習慣を作るというごテーマになっていたんですけども、やはりそのやる一歩を踏み出すっていうことの難しさっていうのはあるんですけど、寝ながらでもこのように簡単にできますので、まず、今までの習慣を断ち切るためには、体を動かして、動かすことによって脳に指令を送るっていうことをやっていかないと、頭で明日起きようと考えても、結局はその中から出れません。まず体を動かすことっていうのが大事になってきますので、このような形で、柔軟をやるだけでも構わないです。プラスアルファちょっとお腹に刺激してあげると、体の姿勢がコントロールしやすくなって、姿勢が改善、矯正、そして美しい体になっていくという形になりますので、ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。そして、まあ、こちら、あとこういう YouTube にも上げますし、あとは、こちらの方でコメント欄、こういうストレッチどうしたらいいんですかとか、こう、硬いんですけど、どうしたら伸びますかとかですね、まあ、他の感動であったりとか、いろいろぜひお待ちしておりますので、よろしくお願いします。YouTube のチョメットの声を学ぶ方は、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。で、お昼は13時からやってますので、ぜひ皆さん、続いての参加お待ちしておりますので、よろしくお願いします。朝の参加もお待ちしておりますので、ぜひまたお願いします。